皆さんこんにちは、大学受験の起業会の加藤です。千葉力なり。はい、今日もこんな感じでやっていきましょうか。第4回のネタは日本史 B 世界史 B 近現代からが本気というテーマでお話ししてみたいと思います。私は日本史の方が詳しいのでちょっと日本史に偏ってお話を進めますが、こんな感じです。はい、ということでいきなり記述が増えましたが、センター試験の日本史 B っていうのは第1問から第6問までだいたいこんなジャンルで出てくることになります。で、ところで高校2年生の日本史 B で勉強する守備範囲ってどのあたりかなっていうと、大垣市内の東西南北および日大さん、だいたい例年私調べてみると、まあ江戸時代に入り始めるところで学校がストップするかなっていうことが例年の傾向です。じゃあそこまで勉強してこの守備範囲どこまで網羅してるかっていうことを緑ペンでちょっと書いてみましょう。こんな感じです。はい、いわゆる古代史および、中世っていうと、鎌倉室町、それから戦国時代やや含むかなっていう程度ぐらいですね。ここで止まってます。すなわち2年生のうちからモリモリ勉強することってセンター試験に出る範囲からすると、まあ、よくあって4割なんですよね。なのでこれを頑張ってやろうっていうこと必要ではありますが、3年生になってから始まる近現代史、こちらをめちゃくちゃ注力してほしいっていうふうに言います。また高校さんによっては第6問の現代史っていうところを政治経済の授業または現代社会の授業で扱ったのであまり詳しくやりませんっていうふうにして飛ばしたのがあるんですよね。これ大変まずいです。ここをちゃんとやるべきなのにっていう、まあ個人的なね、あの思いはあるんですけれども、自力で埋めなきゃいけないっていうと、この後時代が現代に近づけば近づくほどどえらい大変なことになるんだなっていうことを覚悟しておいてくれるといいです。ですから2年生のうちから真面目に日本史を取り組もうっていうことをやる、非常にあのいいことだとは思います。ただしこのペースでやっていって先が見えないっていうふうに燃え尽きてしまうっていうことをすごく心配するんですよね。なのでできれば日本史を突き詰めてやりたいっていう人、広く浅くどんどん先へ先へ、学校よりも先へ行っちゃうっていうことをお勧めします。その上で、平たく知識をどんどん習得していって、何度も繰り返し見直しをしたり、用語を覚え直したり、センター形式の問題っていうのを解きまくってみて、そこから自分の丸×の知識正しいかなっていうのを習得していくっていうことを、それで、知識の地固めっていうのをやっていくといいんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ世界史も同様です。広く浅く何度も同じことをやってみるっていうことが私は大事なんじゃないかなっていうふうに思います。はい、じゃあ今日はここまでといたしましょう。次回の動画もお楽しみになさってください。